日ハム、噂はマイナーでもいいのでポスティングでメジャー行きます。これ最悪だよな。下手に出たら足元見られるし、そもそもマイナー契約だったらハムにほとんど金入らなくなるし、なんでこんなん言っちゃったんだろう。FA なら選手の権利やし好きにしてええけど、ポスティングは後輩に悪影響あるやろな。もたもたしてたら卒業させられるし、チームにメリットがないポスティングを認める意味がわからない。大谷や山本は移籍金がチームに入るからわかるよ。端金で主力を売り払うの何のメリットがあるのか。ダメなら2年後ソフトバンクと4億複数年契約やぞ。それくらいハムが嫌ってことですかい。こんなん言ってるやつをポスティングで出すハムがおかしいだけ。西武や日ハムとかポンポンでてって帰ってこないんだから、ポスティングなんて認めなければいいのに。マイナーでいいのでメジャー行きますっておかしくね。メジャー行ってないやん。噂はの場合とにかく出ていくことが最優先やろ。てかかとを残ったのがめちゃくちゃ意外やわ。ポスティング見込み額、契約額によって日ハムが拒否とかできんのやって。いきなりオープン戦初戦で監督としてオーダー決めてとか言ってくる球団に愛想つかしてたんかな。こんなん許してたら NPB 終わるやろうな。ポスティングについてもう一度考えた方がいいんちゃうか。ご視聴ありがとうございました。